お疲れ様です。マッピーです。今回はクリスマスカイル使います。カイルはもともと今年のエイプリルフールイベントなんで4月1日にあった王者の逆襲というのがあったんですが、そのイベント駒だったんですが、なんとね8ヶ月後に、そう今月の12月ですね、季節限定駒か1年足らずで季節限定駒になるって相当早いんですよ。人気あるんでしょうか。カイルのことを好きな人いるんですかね。まあ私はカイルはカイルでもターミネーター1のカイル・リースが好きなんですけどね。いやほんとねかっこいいので、よかったらターミネーター1を見てください。というかターミネーターシリーズ見てください。1と2再例がいいので、3、4とあとジェネシスは見なくていいので、はい、そんな話はさておき、今回このクリスマスカイルの性能をね紹介していきたいと思います。性能がこちらで、スキルもコンボスキルもバフとなっていて、スキルが継続バフですね、2ターンの間かけてくれます。自分のデッキの駒が全て竜属性かつ手駒が3枚以上呪い状態の時に発動できます。表になっている2ターンの間、自分の竜ゴマのアタックを 1.6 倍にし、でコンボスキルが自分のデッキの駒が全て竜属性かつ盤面にある自分の竜ゴマが2枚以上の時に発動できて、盤面の自分の竜ゴマ1枚につきアタック 1.3 倍、最大で 1.7 倍かけてくれるというものなんですが、コンボはそんなに強くないです。盤面の竜ゴマ2枚要求される割には最大 1.7 倍しか出してくれないということで、ちょっと心もとないんですけど、ただこのスキルが非常に強いですね。 1.6 倍を2ターンの間かけてくれるので、このカイル自体もアタックカーとして多少は機能しますし、その次のターンにも 1.6 倍かけてくれるので、カイルを打ってからのシェンメイであったりとかその他諸々の捕食を打つだけで相当アドバンテージを取れるんじゃないでしょうかということでですね、暗黒版のモチロラインのような性能かなと思います。ただコンボスキルが盤面に竜ゴマ2枚を用意しないといけないといったところで、速攻系のデッキと対面するときはカイルのコンボスキルを使うっていうのは少し難しいんですけれども、それ以外だったらとりあえず適当に相手に返されない場所にカイルを置いてから捕食打つなりシェンメイ打つなりで大体勝負は決まるんじゃないでしょうかという、こいつを打った後強いよっていうスキルですね。ということで今回はアルイナルリーダーの暗黒デッキ、やっぱりこうスキルの発動条件が手駒3枚以上呪い状態じゃないと発動できないということなので、アルイナルに入ってくるのかなというか、もともとね暗黒っていうのは最近暗黒っていうかそのアルイナルが非常に強いということで、アクアン使うのもなかなか機会としてはなくなってきてるんですけども、アクアンで使えるような駒もあるので、その辺は差別化かなといったところで、カイルはアルイナルリーダーに適正なので今回はアルイナルでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。能量メヒストリーダー、よしこれは相性がよろしいね。で HP も 28,000 切って 27,000 前半台なので、これはデッキ寄りのメヒストと見ていいな。であれば暗黒の格好の的よ。一旦ムスタは切っちゃいますか。雷宝刀とそれからこのマリーツヤという2大巨頭、捕食2大巨頭は保持しつつ進行しましょう。でなるべくね竜輪引きたいよ。竜輪あと2ターンの間に引きたい。残り12枚の駒がある中で、今回竜輪は3枚入ってるんで、竜輪と激輪ね合わせて3枚入ってるので4分の1の可能性で引けるよ。次のターンで 25%、 意外と低いね。大丈夫。乱体とかでもいいよ。春初手春は怪しい。3手目に春打てるはずなんで、それを切ってきたと。いらっしゃいませ。ランタン引いたぞ。音声認識か。いや、ただ、次だな。一旦ここの雷宝刀を捕食させてもらおうか。これだけでも2800ぐらい捕食してくれるんでね。2900ぐらいいくわ。強すぎるだろ。一旦捕食かまして、ただ序盤に捕食しまくるというのはあまりよろしくなくてね。やっぱりこう、竜輪張った上で、捕食っていうのが一番理想的なんで、自分の呪いのダメージも減らした上でっていう感じで。ギターニアよろりまう幻想ね。いらっしゃいませ。ガラン手駒ロックされた時にガラン打ちたいっていうのはあるけど、いいでしょう。ここは苦渋の判断よ。ガラン打ちましょう。小粒の愛。ここでね、はい、森久保祥太郎さんを打っといて、攻撃っていうのは1手目は騙しのフェイク、2手目を当てるのが基本なんだよみたいな感じでね、はい、鹿丸を出しといて、ブランジェッター、なるほど、ブランジェッタと、ここそんなに問題ないから打っちゃうみたいな感じでね、いらっしゃいませ。このブランジェッタはなかなかに相手うまいですね。このブランジェッタ返す場合、盤面崩れちゃうんで、とはいえ、これちょっと竜輪が引けないよ。残り何枚だ、10枚か、10枚のうち3枚だから、30%。引きたいな、早く引きて。これ竜輪引かないと普通にしんどいからね、呪いのダメージ、チクチク入ってくるから。マナゴマ、痛い、やばいね、やめて、竜輪、ここでシェンメイとか引いたら割ときつい、やめて、はい、次のターンに残り9枚のうち、3枚になるので、3分の1ですね、3分の1、いや、遠いな、竜輪までマジで遠い、発動するしちゃう、痛いな、しかもここ、ブランジェットも発動しちゃうから、普通にきついよ、ただ、竜輪張ってからの、マリーツヤで全然間に合うんで、次、ランタン引いてる状況下なんでね。早く竜輪引いてくれって、早く引けって。かもなんならシェンメイ引いちゃって、丸一やからシェンメイでぶっ飛ばすっていう勝利プランもある。オッケーオッケーオッケー。このデバフ美味しいよ。美味しい。竜輪。子供に竜輪って言いたくないですよね。まあ俺は言いたいんですけど、竜輪。おーし、ありがとうトネルム。よく来てくれた。ここはトネルム打っちゃって。さあもうね、トネルムが来てくれたからには100人力よ。よしよし、ローデンスパーク。だってティターニア切ってると。注意したいのはビクトリア、エンデガ、バイセといったところなんですけども、こちらにはマリーツィアがあるので、問題はなさそうよ。あと手駒ロック切ってないからその点も注意。まあでも大丈夫。勝てるよ。今日は勝てる。今日はっていうか、まあいつも勝ってるところあるけど。グーのいや、これね、ホイムントのこれ、残んないか。でもシェンメイ引いたらこれぶっ飛ばせるよ。シェンメイ引かない。いや、まあ。で、ここは、一旦落ち着こう。リンドでいい。リンド角で。よいしょ。鍛錬のために、まあこれだけでもね、2500。じゃあ。マリーティアは最強の捕食なんで、ほんとギリのギリまで取っておきます。さあ、どうする？相手やれるところあるか。ビーチに打つとトネルモのコンボがつながるので、まあ右上角とかでチャネゴシしかできないんじゃないか。なるほど。マノゴマと。これは発動しそうだな。この HP 的に。発動しそう。ドゥンラー。どうしようかな。オッケー、いいよ。ドゥンラー貼ってやるよ。まだね、ビクトリア耐えれるんでね。よいしょ。しなかったわ。オッケー、美味しい。係とかかなって思ったけど。まだ、マリーツは切らない。ほんと、ギリのギリまで耐えて。ここだっていうところでマリーツや打つから。まあ、このトネルムとドゥンラー貼ってることによってメフィストと自分の呪いはケアできてるんでね。残り6117。あと少しで削られちまうが、問題はないですよ。アルカード、右上、角。さあ、ここでマリーツィア打ちましょうか。マリちゃん。あ、いや、待て。コーランにしよう。いや、まだ、いや、でも、ロックされた時にコーラン出したいよな。マリーツィア打つか。よいしょ。モルテ、モリガンテ。よいしょ。オッケーオッケー、いい報酬量よ。オッケーオッケー、ロックされ、相手ロック切ってないんで、ロックされて、マリーツィア出なかったら嫌なんでね、万が一。ロンレイとか引いちゃうと、ね、マリツ出ないんでね。なんで、ここは、ロックされた時に確実に、おー、シルビエ。強い駒引いてるじゃないですか。まあ、問題ない。ここに引き出しちゃいますね。カイルリース引いたぞ。いや、ほんとね、カイルリースがマジでかっこいいんだってみんな聞いてくんね。カイルリースほんとにかっこいいから、サラコーナー、T800 に追われてる時に、こうやってね、1.6 倍かけて、次の段 1.6 倍だぞ、どうするって感じで、T800 に追われてる時に、告白するシーンがあるんですよ。そこがマジでいい。説得力あるっていうか、カイルが言うからこそ入るセリフだなっていう感じでさ、なんだっけな、僕は、君のために時を超えてきた。愛しているよ。っていうセリフがあるんですよ。マジでかっこいいから。早くね、ターミネーター1見てください。よろしくお願いします。ってことで、さあ、これ勝ったんじゃないか。このカイルリース相手返せないんでね、OK。このルクスリアも来ちゃうんですけど、しっかりギリのギリで耐えていく。このギリチョンで耐えるのがいいよね。そして引いていくのはベロキラップだな。まあ。問題ない。これカイルリースのコンボスキルある。カイルリースの方が若干コンボこれ出ますね。1.7 倍の 1.2 の、こっちの方が4枚返しで多いので、若干ですがカイルリースの方がいいですね。カイルリースでこれ4枚返ししちゃって、よいしょと。オッケーオッケーオッケー。1.6 倍かかってからのこの 1.7 倍の4枚返し、素晴らしいカイルリース。ありがとうございました。シェンメイ引けなくても勝てちゃいます。はい、対戦よろしく。倒すぞ、マヘリアも。よーし。ドゥンダー引いたぞ。いいね。どちらかというと、マヘリアの方が戦いやすいかな。竜輪を引いた場合は。さっきは、ノーレオメヒスト対面だったんですけど、ノーメヒは、ティターニアとか、あとシルビエっていうデバフからの、コンボ特殊の駒なんかも絡んでくるのでね。しっかりこういうマヘリに勝っていきたいよね。よろしくね。さあ、ドゥンダー引いてる。初手罠ですね。まあ、こっちちょっとガラン切らされたのは、厳しいところがあるが、いらっしゃいませ。ありがとうね、レム。オッケーオッケー。ありがとうね、レム引いたんならね、もう危なげなく C でいいです。C。差し進せ C。これ多分、ミサトでしょ。OKOK ちょっとフルーファっていう線もあったんですけど、まあまあまあ、もうトネルム打っちゃったらもう大丈夫です。トネルム打ってから捕食連打するだけで勝てます。あとはカイルリースを引いて 1.6 倍かけてからのシェンメイっていうね、最高ムービングを決めていきましょう。さあ相手のマフェリアはプラス1、そして HP も高いということなんで、これは相当強いマフェリア使いだなと思われる。乱体引いていくと OKOK、まあ、竜輪1枚貼れたらね、このトネルム1枚貼れてるんだったら十分よ。だったらもうこいつはいらない。いらない。捨てちゃいます。さあ。ルンラいらない子。あとはここから捕食をかましていって、月を見てシェンメイでぶちかましていきたいですね。あと、あれだな、シェンメイは絶対に持っておく。なんだ、リティスとかワンチャン怖いんだよね。まあでもこの HP だったらリティスはないと思うんですけど。さあどうする？とりあえずこれ C 打つと思ったけど、はい。平行打ちですね。この場合は F5 に打っちゃってもいいな。てかもうこれぶちかますシェンメイぶちかますこれ。シェンメイぶちかますかこれ。どんぐらい出る ?1 万7000の7250の、4倍だから、1万8600ぐらい出るわ。これぶちかますわ、ちょっと。1万8600ぐらい出るんだね、これで。OK。よし。はあ、これはちょっと、ボツかな。こんなことになるとは思わなかった。と思ったけど、テラライト打たれた。これまだ飛ばせねえな。ただ、ここで引いていくのはカエルリース。カエル起き上がって戦士でしょ。カエル引いた。オッケー。待って。なんだろこれあれじゃね、カエルで飛ばすカエル殺し。カエルはアタッカーです。いや、まあ、はい。オブラートに包み隠さず言うと、クソゲーです。ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。あちゃー、有利対面打って変わって速攻流対面不利ですよ、これ。やばい。あ、でも先行めっちゃ、おーちょっとこれ考えようか。まだカイル使えない。待てよ。こっちだろ、1回。こっち。いや、これさ、そういうことだろ、もう。暗黒竜で速攻する時代だろ、これ。あ、ラジーナップ。いや、関係ない。俺、行くぞ。よし行こう。行ってこい、カエル。行け !1.6 倍、たったの発明だ。よーし、いいぞ。どうだ。この段階で、シェンメイが、外、うわ、ちょっと、何そいつ。13枚から 1.7 倍。ちょっとやばいじゃんカエルカエル助けて、あえ勝ちじゃん私たちの勝ちをカエルやったいや、でも、すごいこれができるカエルリース対戦ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。いや、本当にね、申し訳ない。ちょっと時間がなくて、撮影の時間があまり取れなくてですね、ちょっとね、引き強の試合で勝ったみたいな内容で全部終わっちゃったっていう2戦目3戦目とかね、もう全然時間なかったと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっと今日はこれで終わらせてもらいます。ちょっとね、時間がなくてね、はい。いや、いつもだったら採用しないんですよ、こういう試合って。全部先行引いてからの引き強マンみたいなさ採用しないんですけど、まあたまにはちょっと薄味ではあるけど、なんだろう、薄味っていうかさ、なんだろうな、高級レストランのさ、全然量ないくせにめちゃくちゃ高いみたいなめちゃくちゃ金かかるみたいな、そんな料理も食べるみたいなね、そういう感覚でもいいんじゃないでしょうかということで、ちょっと今回はね、3試合ながらもまあ短いというか、あっけのなかった試合ばっかりで申し訳なかったんですが、ただね、カイルの強さは伝わったんじゃないでしょうか。1.6 倍をかけてくれて、やっぱりね、このカイル自身にも 1.6 がかかるっていうのが結構良くてね、うん、この駒自体に 1.6 かかることによって、ある意味その段階で火力出てるんですよ。で、次のターンも 1.6 かけてくれるということなんで、コンボはちょっと微妙みたいなところあるけど、もうスキルが強いんで、とりあえず出しとけば仕事するというか、出した後に何かの捕食打ったり、もしくはシェンメイ打つだけでほとんど吹き飛ぶんじゃないでしょうか。ということで、はい。次のターンを確実に生き延びる、もしくはぶち壊すみたいなね。そういうスキル内容になっていてですね、非常に強いですね。うん、とにかく出すだけで強いです。その出す条件としては手駒が3枚以上のロ状態じゃないといけないということなので、どちらかというとアルイナル寄りの性能で、しかもアルイナルってやっぱりこう、もともとね、アタック 1.2 倍ということで、ちょっと心もとないんでね、そこに 1.6 倍をかけてくれるということなので、手駒の、その、他にね、盤面の竜輪というか激輪がなかったり、他のオーラスキルとかなかった場合は、こいつ出すだけで次のターンにアルイラルのバフも含めて 1.92 倍かけてくれるということなので、非常に強いと思います。ということで、ぜひね、このクリスマス回路を使って、暗黒やってみてください。ということで、今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。